なんかホワイトクリスタルできるかなと思ったんですけど、ループが作れない気がする。最初の部屋で宝箱を持っているとここで絶対落とすことになるから、ループがうまく作れないのではないかと思いました。できたらごめんなさい。なんかこのゲームできそうな気もします。で1個解けないんだけど、こっちがあるっていうようなことです。コールドロンズ、移動するんですね。これ一旦入ったところが違うところに出てくるから、部屋同士の行き来ではなくて、何これ、まだあんの、クロス、鍵持ってこうか、箱を持ってくか。鍵が必要。これってここに置いたら消えるのかな。移動してるだけだから消えないような気もします。消えないね。で入ると鍵、あ、じゃあ解けたは解けた。でそれをできると箱があり、ここには石がある。石を持って、ちょっと待って、この箱だね。そしたらこっちの箱をここに持ってきて石積んでゴール。今までとまた大きくルールが変わりましたね。パケット、鍵ゴール、箱に持ってけるのは一つ。これってどうなっちゃうの、それ。つまり鍵の部屋にいつかたどり着けるってことだよね。あれ、あ、ない。鍵の部屋どこ行った。この部屋は経由してるよな。ここに鍵置いてた方がいいかな。この部屋、あ、そっか、この部屋のアクセス権がないから。あれ、もう鍵を俺どこに置いてきたっけ。鍵をここに置いてみよう。2つで、これがこっちに来て、ここに来れば鍵が取れる。下でやればよかった。これで鍵が開いて、こう来て、これ取って、なんかその今までの箱に入って出てくると状況が消えているっていうのとはまた全然違うじゃないですか。これ違うマップにただ移動してるだ、ワープポータルみたいなもんなんですよね、これ今回は。それ以外が全部状況が保持されてるから、また違うんじゃな。鍵が2ついる。この箱は
ちにあった方がいい。あ、あれ？なんかもう一個部屋なかったっけ？あれ？あれ？ちょっと待ってよ。最初に、あ、これか。この箱になんでいけない？あ、そっか、箱に入ったからか、俺が。混乱してるな。なんかその、より深いところに入るっていう箱の挙動と、平行した部屋を移動できるっていうあのトロッコの横の広がりと縦の広がりがぐちゃぐちゃになるぞ、これ。石は、ちょっと待って、石は、石ってもうないんだっけ。ああ、もうこん、あ、お、覚えらんない。状況を覚えてらんない。石が消えたね、今。これやった気がしますよ。これをこっちに入れとくべきなんじゃないかな。あ、でもそれやったら消えるのか。出なければいいんだな。出ちゃうよな、鍵をこっちに持ってきたら。鍵はそこにあるんよ。ただ取れなくなってる。こうすると。もう石ロストなんですよ。それはできない。だから、ここに石があったんだけど、平行世界だから石をロストした。鍵はなんぼでも手に入る。石だけは絶対ロストしちゃいけない。となると、この部屋の中で移動できるようにしてあげたいんだけど、この部屋の中にこれを入れると、これはロストするんだよな、多分。もやもないし。あ、だよね。石は一つ。これを入れると戻れない。鍵がいくつでも取れる箱。難しくない？難しくない？なんかあれ、鍵
を取ったらこれが消える。あ、これも置いていくのか。これも置いて戻る。これでどうなの？あるの？ここよくわかんないね。箱から出てきても、箱から出てきても状態が維持されている部屋。なぜ？箱の部屋はここだけだから、この空間だけが維持されないだけであって、このポットで移動した時にはそれは適用されていない。覚えられん。いや、単純なんだけど、そしてどうする？いけるんかこれ。あ、いけるんじゃん。なんやねん。もう一個石がいるかいらんかよくわかんないね、このゲーム。面白い。パージ。鍵2個。おい、片道じゃねえか。片道。鍵があり。戻る。うん？あれ？何？あれ？なんかさっきと挙動が違うわい。え？さっきのどこ？ちょっと待って。これなんじゃ？箱に入ると箱の中にトロッコがあって、箱の中のトロッコを、こことここの部屋は行き来する。これは箱の中なんだよね。箱の中のこの2点は移動できる。で、その移動できるトロッコをこっちに持ち出すことができて、鍵があるから、あれ、そのトロッコってあれか、この鍵を持ってこの部屋を出れればいい。この中にはないんだな。石を置いてくるべきだったのか。これをこっちの部屋に置いといて、上からこの部屋にアクセスできれば鍵は取れる。あらあらあら、あれ、全然難しい。マップがどうなってるのかの把握ができない。なんかこれはこことここの2箇所を移動することができます。で、鍵が必要です。あ、こっちもできちゃった。まずい気がする。おお、入れねえ。ゲームで土管を出すっていうのはもうそういう意味でしょ。あれ、ちょっと待ってよ。あー、水なのない？さっきのは。石が取れ。いらない。これを使えば、このステージは水没させたいよね。だからこれをあっちに送って、これも出すで。
これを下に下ろしたらもう戻れないから両方落としたいね。ジャンプ中に下に押せばいいのか。こうか。自分も落ちるんだそれ。これでこうなる。とこうなって。水没なのかこれは。水没した世界に持っていくとそこまで。鍵があると上に出れる。鍵はある。上に出れる。これを先に持ってった方がいいのかな。これはどう思う。あ、でも箱の中だもんな。記憶しないんじゃないか。ここに、ここに来なくてもいいな。水没関係ないのか。鍵を待てよ、どうしようかな。箱の方がいいのかな。これ鍵が取れる箱でしょ。水没してればだけど、水没してればか。鍵をねここに置いとけば保管になるでしょう。でそうするとこれを持ってこっちに来ればそこの鍵を開けることはできる。ここはできるんだけど、さらにあそこにたどり着く日は何が必要。ジャンプできる。いけない。石かな。石が欲しいのかな。だけどここは何もない。石か。この箱はここに置いておいて、この箱で石と鍵を両方取れるから、まず鍵を取り出し、あ、水没してない。じゃあ違うわ。ここはじゃあこれを水没させて、これでいいのか。鍵が取れればもうこれはいらないね。で石はあのワープゾーンに置いてあるから、またこれを持って石をこの世界で取り出せるから、これで一段あればクリアできる。いけたん。不思議なゲームになってきてしまいました。そしてよくわからないのはコンティニューと。そんなことある。あれか、あれなのかな。本当にホワイトクリスタル全部取らない、あ、ていうかクリアしてねえ別ら、ここクリアしてなかったり、あとはあのボイドのラストステージをちゃんとやってないっていうのがありますよね。このステージあのちゃんと解けてないんですよね。なんかまだやり残しある状態で進めるのはあまり良くないんですけど、ひらめかないんだからしょうがない。日を置いてやるまではちょっとそこは置いとかしてください。では。